市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋、香川照之さんの19歳長男市川團子さん、まさに歌舞伎界のプリンス、俳優香川照之さん、市川中車さんの長男で歌舞伎俳優の市川團子さんが13日までに自身のインスタグラムを更新し、近言を公開しました。5月18日に市川猿之助さんが救急搬送されたことを受け、同20日から市川猿之助奮闘歌舞伎公演東京明治座で猿之助さんの代役を8日間演じ切った團子さん、インスタグラムの更新は5月16日以来約1ヶ月ぶりです。12日夜に、皆様こんにちは、市川團子でございます。今月の歌舞伎座昼の部の京成飯盒講に土佐朱里之助のお役で出演させていただいておりますと近況を報告。皆様に楽しんでいただけますよう毎日精一杯努めてまいりますので、ご覧いただけたら嬉しいですと綴り、白塗りの姿を掲載しました。騒動後初となる投稿にファンからは更新ありがとうございます。だんだん美しくなっていく先月の代役、見事で花もあり感動しました。キリリと清廉、めっちゃかっこいいです、めっちゃイケメンなどの声が寄せられています。19歳の團子さんは初舞台2012年から身長が40センチも伸び、現在179センチ。5月11日には白のスーツに身を包んだ素顔のモデル姿を投稿し、まさに歌舞伎界のプリンス、かっこよすぎますなど反響を呼びました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。